先日宮崎県の陽光園さんの宮崎モンキーバナナを裏山から移植した梅畑の北側の垣根の手前です。ここには正常で花が咲くのがまだ一本しかありませんが、咲いてきましたね。家の畑の方ではもうちょっと前から咲いているんですが、ここは一本だけなので去年同様枝を揺すっておいて、今年も少しっていうよりまあまあ収穫できるかどうか見てみようと思っていますね。小さな苗木はそちらのプリベット、日本での流通名は一般的にはプリペットとなっているようですが、本来は英国でプリベットという名前だそうです。のこちら側にですね、いずれバナナ苗をこう両側から挟むようにしようと思って、小さなフェイジョアの未生苗はこう植えているんですがね、この向こうにトカラの島バナナの海景苗を去年植えて無保護といっても株周りにだけ不織布ポットに用土を入れたもので、キヌサヤエンドウなどを栽培していたんですね。そうしたらまあ家計保護とキャップ保護はしてなかったんですが、このように越冬しましたね。もう一本そちらに、ここのも越冬しましたね。ということは、平地の畑でもここは北側の垣根プリベットの手前で、その向こうには梅、南高梅が植えてあるんですね。で、南高梅とプリベットの間に島バナナ、小笠原市の海景苗を、4月か5月にでも埋め込んでおくと、その冬ですね、その年から翌年、つまり今年にかけて迎えた初めての越冬経験で、このように5月には成長再開してくるということみたいですね。これは便利ですね。あれこれのややこしいこも巻きとかしなくていいわけですから、海景苗と普通の水明苗との耐寒性の違いを研究するなら、やはり何十株対何十本ぐらいでやんないといけないことですから、安易に海景苗の方が耐寒性がありそうだとは言えないんですね。ただ私がなんとなく持っているイメージでは、海景苗の方が本州温暖地暖地ではちょっと耐寒性が、初年度越冬では体感性が上回るかなという印象を持っています。もちろんこれはきちっとしたデータじゃありませんけれどもね、とにかく越冬してくれたので、あれらはそのままあそこに置いて、今度の冬どうなるか
見てみようかなと思っていますね。昨日の雨で一気に梅雨らしい感じになってきました、まあ、これは南高梅だと言って買った苗の南高梅じゃなかったやつで、品種未特定ですね。 JEA でわからないって言うんですから、買わないと僕にもわかりません。南高梅はまだ緑ですね。うちは無農薬ですから、いずれ密茶、この辺では密茶と言いますが、このように花皮にですね、褐色の点が出てくるのが普通です。むちゃくちゃ出るわけではないんですね。ここは比較的綺麗じゃないかなと思いますね。この木はこちらは、こちらの木なんかそうでもないですよね。木一本ずつで密茶が出る比率はだいぶ違うんですね。ほぼ同じ環境なんですけどね。株元が3メートルか3メートル半ぐらいしか離れていなくて、まあ土壌環境もほぼ一緒なんですが、個体差、その木の個性、木一本一本の個性によっても違ってくるんですね。まあ同じ両親から生まれても兄弟姉妹同士でだいぶ素質が違いますよね。私なんか6人兄弟ですから、自分と上下の兄弟と言っても姉妹の方が多いんですが、たちを見ていても、まあ、まるっきり私は似ていませんね。私がおかしいのかもしれませんがね